新聞持ってこい。今まで空気のように私を扱ってきた夫と義母だが、もう私はそんな生活に終止符を打つんだ。は、無理。え、普段と違う反応に戸惑いを見せる夫と義母。私は部屋から離婚届を持ってきて夫に突きつけた。顔面蒼白の状態で夫は呆然としながら離婚届を見ていた。私、この家を出ていくから。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して3年になる。私たちの出会いは仕事関係だった。同じ会社で働く私たちは違う部署にいたのだが、夫は営業の仕事をしていたためいろんな部署に顔を出していた。そして私がいる経理の部署にも彼はよく来ていて、その度に元気よく挨拶をしてくれた。まあ営業マンだから、そういうふうに挨拶がしっかりしているのは当たり前なのかもしれないが、全然関係ない私にもそうやって気持ちのいい挨拶をしてくれるのは好印象だった。またちょっとした待ち時間にも私とか他の社員に話しかけて軽く雑談をしてくれる。そうやって分け隔てなくコミュニケーションをとってくれるところも私はいいなと思っていた。私はそんな風に彼のことを密かに好きになっていたのだ。でも私はただの別部署の関わりの薄い社員の一人に過ぎない。だからなかなかアプローチができずにいた。そんな中、私はバレンタインの日に彼にチョコレートをあげた。恥ずかしいのでガチのものではなく、義理チョコに見られてもいいやつだ。だけど丁寧に手作りをして、味もこだわったものをあげた。これ、よかったらどうぞ。え、チョコですか？はい、いつもお疲れ様です。ありがとうございます。嬉しそうに私からのチョコを受け取ってくれた彼。そして数日後、私がいる部署に来た時にお礼を言ってくれた。この前、チョコありがとうございました。ものすごく美味しかったです。あれ、どこのお店で買ったんですか？僕チョコレート好きなんで、自分でも買おうと思って。あ、あれ実は自分で作ったんです。え、本当ですか？手作りとは思えないほど、ものすごく美味しかったです。いや、すごいな。ありがとうございます。それからというもの、彼は私と会うと、積極的に話しかけてくれた。そしてある日、私を食事に誘ってくれたのだ。よかったら今度、仕事後にご飯に行きませんか？私はびっくりしてものすごくドキドキした。だけどものすごく嬉しくて、もちろん OK の返事を出した。そしてその次の日に彼とご飯に行った。おしゃれなカジュアルイタリアンのお店で、料理もお酒もすごく美味しかった。また彼はいろいろと面白い話をしてくれて、私はすごく楽しい時間を過ごせた。最初はドキドキして緊張してうまく喋れなかったのに、彼が楽しませてくれたから、どんどんリラックスすることができたと思う。それから彼は、私を定期的に食事やデートに誘ってくれて、少しずつ距離が縮まっていった。そしてホワイトデーにお返しをしてくれた時に、彼は私に告白をしてくれた。バレンタインデーのチョコ、あれ本命だよね。そうかなって思い始めたら、のぞみさんのことどんどん気になっていってさ。それで一緒にプライベートで会うようになって、完全に好きになった。だから俺と付き合ってほしい。私は彼から告白をされて、ものすごく嬉しかった。そしてもちろん私の答えは決まっていて、私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていき、気がつけば1年があっという間に経っていた。彼との交際は本当に楽しくて、私はとても幸せな日々を過ごしていた。そして1年が経った記念日に、彼は私にプロポーズをしてくれたのだ。やっぱり俺の直感は間違ってなかったよ。
のぞみと過ごす日々は本当に幸せだった。そしてこれからも俺はのぞみと一緒に幸せでいたい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私はこの上ない幸せを味わった。あまり恋愛には縁がなかった私に訪れた幸福に戸惑ったほどだ。1年前の自分では想像もつかなかった未来が待っていた。こうして結婚することになった私たち。それからお互いの両親に挨拶をしに行き、両家の顔合わせも済ませた。そして無事に結婚式も挙げることができた。私は結婚を機に専業主婦になった。夫から結婚したら家庭に入ってほしいと言われていたからだ。仕事は好きだったからもう少し続けたい気持ちもあったが、彼との生活の方が大切だと思った。だから専業主婦になり、それからは家事を頑張った。もともと自炊は結構していたので料理は得意だったが、専業主婦になってからはさらに腕に磨きをかけた。そのおかげで、夫はかなり私の手料理に満足してくれている。毎日こんな美味しい手料理が食べられるなんて幸せだよ。仕事も毎日頑張れるな。そう言ってくれてありがとう。一家の大黒柱として頑張っていくからな。子供もできたら幸せだろうな。そうね、楽しい日々を過ごせそうね。夫との新婚生活はそんな風に楽しくて幸せをたくさん感じられた。夫は仕事ができる人だったので、私が専業主婦でもたくさん稼いでくれて安定した生活を送れていた。そしてあっという間に結婚して3年の月日が流れていた。このままずっと幸せで楽しい毎日を過ごしながら夫婦仲良く暮らしていくのだろう。私はそう信じていたのに、なかなか人生というのはいい意味でも悪い意味でも予想通りにはいかないようだ。結婚して3年が経った頃、義父が急病で亡くなってしまった。もともと義父は私と夫が結婚した時から高齢だったので、いつかこういう日が来るのではないかと覚悟はしていた。だが予想以上に早く死が訪れてしまったので、私も夫も動揺した。義母に至っては悲しみに暮れていて、私は正直声をかけられる状況ではなかった。その代わり葬儀の手配や準備は率先して行い、夫と義母をサポートした。義父は私にもとても良くしてくれたから、亡くなってしまって本当に悲しい。なんとか無事に葬儀を終えることができ、私と夫は家でゆっくり休んだ。その時に夫がこんな相談をしてきた。母さんはずっと父さんと暮らしてきたから、いきなり一人きりになって寂しいと思うんだ。だから同居したいと思うんだけどいいかな。え、同居。夫から同居という言葉が出て私は驚いた。まあもう3年は夫婦2人で暮らしているし、状況が状況だから同居もありなのかもしれない。それに義母も別に私をいびってきたりとかは今までなかった。だから問題はないのだが、やはり同居となると私は気を使ってしまうかなと思った。すると夫は私の不安を察してくれたのか、優しくこう言ってくれた。大丈夫だよ。母さんは誰とでも仲良くできる人だし、何か困ったことがあったら俺に相談してくれればいいから。本当に夫は人の心を読むのが得意だなと思いながら、私は安心してうなずいた。わかった。私もお母さんのこと心配ではあったし、同居してもいいよ。ありがとう、のぞみ。早速母さんに連絡をするよ。そして夫が義母に連絡をすると、義母の嬉しそうな声が聞こえてきた。やはり一人きりになり寂しかったのだろう。また息子である夫と一緒に暮らせるのも嬉しいのだろうな。私も義母の心の傷を、少しでも癒してあげられたらいいなと思った。そして私たちはすぐに部屋を解約し、義実家へと移り住んだ。二人ともよく来てくれたわね。お母さん、これからよろしくお願いします。ええ、よろしくね。
義母は私たちを笑顔で出迎えてくれた。その日は荷ほどきが大変だったのと、お祝いも兼ねてお寿司の出前を頼み、お酒も飲みながら三人で楽しい宴会を開いた。義母も夫も終始笑顔で私も幸せな気分になった。これなら毎日仲良く楽しい日々を過ごせそうだ。そう思っていたのだが。のぞみさん、起きてちょうだい。え、お母さん。私は義母に起こされて、慌てて時間を確認した。するとまだ朝の5時だった。どうされたんですか？こんな朝早くに。何言ってるのよ。早く朝ごはんの準備をしてちょうだい。え、マサトさんはまだ寝ていますが。そんなのわかってるわよ。私がお腹すいたから早く作ってちょうだい。わかりました。私は仕方なく布団から出て台所に向かった。朝の5時に起きることなんてめったにないので、私はものすごく眠かった。だが義母がお腹が空いたなら仕方がない。そう思って、その日は朝早くに義母の朝食を作った。しかし、その翌日も義母は私を同じ時間に起こしてきた。ちょっと、また同じことを言わせる気。義母は2日連続で同じ状況になったので、私のことを叱りつけた。お母さん、こんな時間に毎朝起きてるんですか？何よ、あんた、私が年寄りだってそう言いたいの？いえ、そういうわけじゃ。ただ毎朝この時間に起きるとなると、いろいろと日々の暮らし方を考えないといけないなって思って。何当たり前のことを言ってるのよ。あんたはこの家に嫁いできて、この家では一番下なの。私やマサトに合わせるのは当然でしょう。私は義母の物言いに少し驚いた。まさか、そんなことを言ってくる人だったとは。しかし、これ以上怒らせても面倒なことになるだけだ。私は仕方なく毎朝5時に起きて、義母の朝食を作ることにした。最初は大変だったが、慣れてくると自然と起きられるようになった。そして5時に起きると、義母の朝食作りだけではなく、自分と夫の分の朝食と夫のお弁当作りをする余裕も出てきた。また朝のうちにトイレ掃除と風呂掃除を終わらせて、その後の家事を楽にすることができた。だが私がしっかりと家事をこなしているというのに、義母は機嫌が悪い様子。一体何が気に食わないというのだろうか。私はよくわからず首をかしげるしかなかった。そして義母はいろいろと私に文句を言ってきた。ちょっと、もっと掃除をきちんとしてくれないかしら。え？この隅っこの汚れ。あと髪の毛も一本落ちてたわよ。義母はそうやって、無理やりけなすところを見つけては文句を言ってきた。あなたが作る料理って本当にまずいわ。マサトがかわいそう。夫がいないところでそうやって言ってくる義母。だが私は夫から料理に関しては褒められている。だからそんな風に言われる筋合いはない。頭に来た私は、義母にどういう料理や味付けが好みなのか聞いてみた。するとあれこれいろいろと言ってきたので、メモをして義母の要望通りになるように作った。しかし義母は今までと真逆のことを言ってきて、また私の料理をけなす。私はだんだんと義母がただ嫁いびりをしたいだけではないのかと思うようになった。単純に私をけなして楽しんでいるだけなのだろう。それに気づいてからは、ものすごく毎日が嫌になった。そのため私は夫に相談をすることに。ただ相談するだけでは、きっと信じてもらえないと思った。義母は夫の前では私をいびっては来ないからだ。だから私は、義母から暴言を浴びせられた時に録音をするようにしていた。たくさん録音の証拠が集まっているので、これなら夫も信じてくれるだろう。
しかし録音データを聞いた夫は険しい顔をしてこう言ってきた。お前は母さんと一緒にいる時に会話を録音していたのか。え、そんなことをされたら母さんはショックだろう。俺が仮に母さんの立場でも嫌だぞ。私は嫁いびりをされているから録音をしたわけで。いや違うね。録音をするようなやつだから母さんから注意をされるんだよ。注意。なんと夫は音声を聞いても義母が私を注意しているという程度にしか認識しなかった。そしてあろうことか、録音をした私の方が悪いと言い出したのだ。私は絶句してしまった。夫なら私の悩みを聞いてくれると思ったのに。母さんとちゃんと話をした方がいいな。え、夫はそう言って私を居間に連れて行き、あろうことか録音の音声を義母の前で再生した。のぞみがさ、母さんとの会話を録音してたんだよ。なんだって、ひどいことする嫁ね。そうだろ。一回ちゃんと教育してやらないといけないなって思ってな。母さんからもいろいろと指導してあげてよ。任せてちょうだい。私がちゃんと教育してあげるわ。そう言って張り切る義母。それからは地獄だった。義母は夫の許しを得たから容赦なく私に悪口や暴言を浴びせてきては私をこき使ってきた。そして夫も私に命令口調で話すようになり、昔のような優しさが一切なくなった。私は二人からそうやって存在に扱われてとても悲しい思いをした。だが私は離婚したところで一人で生活はできない。私の実家には兄夫婦が住んでいるから出戻ることもできない。ずっと専業主婦だったから今から再就職先を探してもなかなか仕事は決まらないだろう。そしてこの前のことがあってから義母は毎日私が録音をしてないかボディチェックをするようになった。そのため嫁いびりの証拠も取れない状態だった。そんな中、夫と義母はさらに私に対してひどい仕打ちをするようになった。それは無視をすることだ。私が挨拶をしても話しかけても完全に無視。まるで私がそこにいないように振る舞った。だが少しでも家事がおろそかになると、鬼のごとく怒ってきた。その時は一方的に怒ってきて、私が何を言っても無視してただただ暴言を吐いてくる。無視をするのなら、徹底的に無視をしてくればいいのに。そういうところが厄介だった。私は最初はものすごく傷ついていた。人として扱われていないように感じたからだ。だが家事さえ完璧にこなしていれば、彼らは私に関わろうとはしてこない。そう考えるようにして、逆に無視をされている状況が楽だと感じるようにすればいいのではと、発想を変えた。それから私は義母が言いそうなことを先回りして、きっちりと家事をこなした。人間やればできるもので、完璧に家事をこなすことができた。義母は言うことがなくなり、つまらなさそうにしていたが、夫と一緒に無視をすることは続けていた。それをすることで、私を苦しませられていると思っているのだろう。私が無視をされるたびに落ち込んだような顔の演技をしていることで、うまく騙せているようだ。気がつけば、そんな日々を過ごしてあっという間に一年が過ぎた。本当は一年もこんな生活を続けたくなかったが、私は私が有利に離婚できる策がないか必死で探していたのだ。するとつい最近、ちょっとした夫の変化に気づいた。それは普段使っている香水を変えたことだ。夫は営業だから、身なりは割ときちんと整えている。だから香水もこだわったものを買っていた。夫にはお気に入りの香水があったのだが、つい最近使っている香水の匂いが違うのだ。今まで使っていたものが切れて、新しいのを変えてみたならわかる。だが、今まで使ったやつが丸々一本残っているような状態で、
新しいのに変えていたのだ。これは女の勘だが、もしかしたら気になっている女性、あるいは不倫をしている相手が今までの香水の匂いを嫌っていたか、その女性から新しい香水をプレゼントされたからではないだろうか。あくまで私の推測だが、なんとなく怪しい気がした。そのため私は興信所に調査を依頼することにした。そろそろこの家で暮らすのも限界だと感じていたし、これが仮に大当たりだったら離婚事由として使える。私は独身時代の貯金を使って調査を依頼した。すると私の勘はどうやら当たっていたようで、夫は不倫をしていたのだった。興信所に行くと、たくさんの証拠写真が手に入った。これで夫の遊跡で離婚ができる。私は久しぶりに歓喜した。そしてすぐに離婚届を役所からもらい、離婚届を突きつけるタイミングを見計らった。それはすぐにやってきた。私は家を出て行った後のことを考えて、いろいろと準備をしていた。すると夫が今から私を呼んだ。おい。名前すら呼ばない呼びつけ。本当にひどい。自分を王様とでも思っているのだろうか。私はおいという名前ではないので、部屋から出なかった。すると夫はさらに大きな声で、おい。と叫んだ。義母も、ちょっと。呼ばれてるんだから早く来なさい。と怒鳴った。仕方なく私は居間に向かった。やっと来たか。このグズが。新聞持ってこい。そう言って私を睨みつける夫。義母も、本当に使えない嫁だね、と罵倒してくる。離婚届を突きつけるなら今だろう。今まで空気のように私を扱ってきた夫と義母。だがもう私はそんな生活に終止符を打つんだ。は、無理。え？普段と違う反応に戸惑いを見せる夫と義母。な、何口答えしてんだよ。そうよ。嫁のくせに生意気ね。もう嫁じゃありませんから。私は部屋から離婚届を持ってきて、夫に突きつけた。離婚してください。え、離婚。予想もしていなかった展開に動揺している夫。いきなり何を言ってんだよ。私、知ってるんだから。あなたが不倫してること。え？私はそう言って不倫の証拠写真をばらまいた。な、どうしてこんな写真が？義母も写真を見て驚いている。まさと、あんた不倫してたの。あ、いや、それは。言い逃れはできないから。私はきっちりあんたと不倫相手に慰謝料を支払ってもらうわ。もちろん離婚は絶対だからね。そんな。顔面蒼白の状態で、夫は呆然としながら離婚届を見ていた。それじゃあね。私、この家を出ていくから。そう言って、私は呆然と立ち尽くしている二人を横目に義実家を後にした。それから一旦は、実家でほんの少しだけ居候させてもらうことに。事情を説明したら、両親も兄夫婦も帰ってきなさいと言ってくれたのだ。それから私は弁護士を通して、夫と不倫相手に慰謝料を請求。十分すぎる証拠があるため、夫たちは反論することもできず支払いに応じるしかなかった。そのため、それぞれから300万ずつ支払ってもらえることになった。また夫との離婚も無事成立した。元夫は今回のことが社内にバレてしまい、大バッシングを浴びた。というのも、大口の取引先の中に旦那さんの不倫が原因で離婚した女性の社長がいたらしく、その人の耳にも入ったことで契約を切られてしまい、元夫が働く会社が大損を食らったそうなのだ。元夫はそのため大幅な給与のカットに加えて、地方の肉体労働の工場に飛ばされたそうだ。
そして私は今回のことを義実家のご近所さんにすべて報告して回ったので、元義母は嫁いびりをするひどい人だということで周りから避けられるようになった。元夫が地方勤務となり一緒に暮らせないので、元義母は完全に一人きりの状態だ。その上でご近所さんから無視をされるのは相当きついだろう。だが全ては自業自得だ。一方、私は今までの経歴と持っていた資格のおかげで、実家近くの小さな会社の経理の仕事に就けることになった。そのため実家近くのアパートを借りて一人暮らしを始めた。それからは一生懸命に働きながら、定期的に実家に帰って家族みんなで食事を楽しんでいる。しばらく恋愛はいいので、貯金をしつつ家族と過ごす時間を大事にしていこうと思う。ちょっとお母さん。何をするつもりですか？こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー、こんな飯食べられるか。早く作り直せ、このグズ嫁が。信じられない。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。私の名前はのぞみ、42歳の兼業主婦だ。現在は夫の正人と娘のゆかと義母の4人で義実家にて暮らしている。義実家で同居をし始めて2年が経つが、私はそろそろ限界を感じていた。というのも義母からの嫁いびりがひどいのだ。ちょっとのぞみさん、なんでまだご飯ができていないの？すいません、ちょっと仕事が残業で。家庭よりも仕事を優先するなんてありえないわ。そんな仕事ならさっさと辞めてしまいなさい。え、いや、そんな無責任なことできませんよ。うるさいわね。家事がおろそかになるくらいなら仕事なんてしない方がいいわよ。そんなこと言われても、これから娘に関してたくさんお金がかかる時期なのに辞めることはできない。娘は現在中学2年生の14歳。これから高校受験に向けて塾に通い始めているし、部活だって合宿だとか道具の買い替えなどでお金もかかる。高校や大学の学費だってかかるし、それらのお金を用意しながら老後の貯金をしていくには、私もパートとして働かないといけないだろう。それなのにそんなことを理解してくれない義母には腹が立つ。それともただ私をいびりたいだけなのか。義母だって息子2人を育ててきたのだから、子供に関してどれくらいお金がかかるかわかるはずだ。そもそもこの同居生活も義母が望んでしてきたことだ。義父が2年前に他界し、一人でいるのは寂しいからと夫に懇願して同居を承諾してもらったのだ。本当なら私は義母と同居なんてしたくなかった。それでも夫が、母さんがかわいそうだからと言ったから私もしぶしぶ同居を認めたのだ。そういう経緯で私たちが同居をしてあげているということを義母は理解しているはずなのに、なんで嫁いびりをしてくるのだろうか。義母は私への文句はもちろんだが、他にも面倒なことをいろいろしてくる。ねえお母さん、私のシュークリーム食べた？え、食べてないよ。なくなってるんだけど。ええ。ちょっとお母さん、ゆかのシュークリーム食べましたか？なんだい、シュークリームなんて食べてないよ。私はクリームたっぷりの甘いものが苦手なんだから。それじゃあ誰が食べたって言うんですか？知らないよ。あんたかゆかのどっちかが嘘をついてるんじゃないかい？私は嘘つかないよ。食べられなかった被害者なんだよ。そう言ってもう一個食べようとしてるんじゃないのかい？そんな卑怯なことしないよ。どうだかね。
ちょっとお母さん、やめてくださいよ。お母さんが食べてないっていう証拠もないんですからね。私を疑うっていうのかい。最低な嫁だね。ひどい親子だよ。そう言って怒りながら風呂に行く義母。娘と顔を見合わせて呆れる私。そして翌日に私は家の掃除をしていたのだが、ちょうどお友達とお茶に行っていた義母の部屋もついでに掃除したところ、ゴミ箱にシュークリームの空き袋が入っていたのだ。これにはさすがに頭にきた。あんだけ私や娘のことをひどく言っておいて、結局自分が食べてたんじゃないか。このことは娘にもすぐに報告した。娘は怒りを通り越して呆れており、もうおばあちゃんとは必要最低限しか関わらない、と言っていた。私もできればそうしたい。だが今もちょうどその最中なのだが、夫は出張が多くて家を空けることが多いので、必然的に義母の相手は私になってしまうのだ。お母さん、あれだけ私たちのこと罵倒してたのに、シュークリーム食べてたのお母さんだったんですね。そう言って私は空き袋を見せた。すると義母は、そんなの私に身に覚えはないわ。と逆ギレ。きっとあなたかゆかがゴミ箱に入れたのね。勝手に部屋に入るだけじゃなく濡れ衣を着せてくるなんて最低ね。そんなことを言う義母。私もこの人の相手をするのはもう疲れると思い、適当に流すことにした。義母はそれからもぐちぐちといろんなことについて文句を言ってきたが、犬が何か叫んでいるなと思うようにしてからは気にならなくなった。義母は私が適当に流しているのに気づいているようで、文句を言いながら自分の方がストレスをためているようだった。そんなに私が嫌なら、同居を解消すればいいのにと思ってしまう。私に対してものすごい嫌悪感を示して嫁いびりをしてくる義母だったが、義弟嫁である舞さんのことはとても気に入っていた。話によると、義弟嫁は出身高校が義母と同じで、さらに義弟嫁は有名な名門大学を卒業している。そしてモデルの経験もあるほどの美人だった。そのため一緒に歩いたりしているだけで、いろんな人から声をかけられて義母も鼻が高いらしい。私からしたら血のつながった娘ではないし、義母が褒められているわけでもないのになんで義母が得意げなのだろうと疑問に思ってしまうが、義母は自分の息子がそういうハイスペックな人を捕まえたということは、そんな息子を産んだ私すごいという思考回路に至って威張っているようだ。ある日、義弟夫婦が家にやってきた時のこと。舞さん、いらっしゃい。上がってちょうだい。遠くからよく来てくれたわね。舞さんのために高級洋菓子を買ってきたのよ。お母さん、ありがとうございます。これ私の好きなやつですよね。よかったわ。喜んでくれて。ほら、のぞみさん早くお茶を入れて。はい。義母はそうやって私を顎で使ってくる。その洋菓子だって義母に頼まれて私が買ってきたものなのに。そうだ。夜ご飯も食べていきなさいよ。いいんですか。ありがとうございます。そう言って勝手に話を決めてしまう義母。どうせ作るのは私なのに。そして私が義弟夫婦と夫、義母、娘、私の6人分の料理を作ることに。義弟嫁は気を利かせて手伝いますと言ってくれるのだが、義母が舞さんはお客さんなんだから作らなくていいわよ。こっち来てお話ししましょう。と言って止める。結局私は一人で全員分の料理を作り、くたくたな状態になる。私は我慢できなくなり、夫に相談した。今までは夫に負担をかけたくなくて我慢をしていた。しかし、いつまで経っても嫁いびりが終わる気配がない。こんな状態がこれから何年も続くなら私は耐えきれないだろう。
そう思い夫に今までのことをすべて話したのだ。夫は驚いていた。そしてそういうことがあったのなら早く相談してほしかったと少し怒られた。だが自分が気づくことができなくてごめんと謝ってくれた。その後すぐに夫は義母に注意してくれたのだが、逆効果だったようだ。あんた、息子に変なこと言ったみたいだね。私が嫁いびりしてるだって。ふざけんじゃないよ。ゆかのことだって、あの子が私に全然懐かないから悪いんじゃない。本当に最低な嫁と娘だね。それが嫁いびりでなくて何なのだと思ってしまうのだが、義母には常識が通用しないようだ。そんな中、義父の法事の日が近づいてきた。私と義母はかなり険悪ムードで会話自体減っていたのだが、いきなり義母が話しかけてきた。法事の後はこの家に親戚の人たちを招いて食事をとるから、あんた、全員分の料理を作ってね。え、出前にしないんですか？そんなのダメよ。許さないわ。私がサボっていると思われるじゃないのよ。ちゃんと手の込んだ手料理を振る舞うこと。これは絶対よ。そう言って自室に行ってしまった義母。さすがに親戚全員分の料理を準備するなんて大変だ。一人ではできない。私は義弟嫁に相談した。よかったら料理を用意するのを手伝ってもらえないかと。すると義弟嫁は喜んで承諾してくれた。二人で手分けすればまあギリギリなんとかなるか。そして義父の法事の当日の朝、私が台所で食材を並べていると、義母が、じゃあちょっと私は用事があるから出ていくわね、と言った。え、今から出ていくんですか？仕方ないじゃない、用事なんだから。法事の前には戻ってこれるから。じゃ、料理の方は頼んだわよ。そう言って家を出ていく義母。おそらく私が義母に助けを求めてくるとでも思ったのだろう。だからそれを予測して家を出て、完全に私一人で料理をさせようと考えたようだ。しかし私には義母がいないのは好都合だった。ちょうど義母の入れ替わりで義弟嫁がやってきた。のぞみさん、頑張りましょう。義弟嫁は元気よくそう言って台所に立った。綺麗なのに性格が良くて完璧な人だなと思った。そして手際よく料理を進めていき、あっという間に準備が整った。これで法事が終わった後に仕上げをすれば完璧だ。義母は法事が始まる前に帰ってきた。あら、舞さん来てたのね。のぞみさん、料理はちゃんと準備したかしら？嫁によってこの態度の変えよう。私が夫に相談して注意してもらってからというもの、露骨に嫌っている態度を私に見せてくるようになったな。だがもう法事なので、親戚たちがやってくる。そうすれば義母から離れられる。束の間の休息という感じで、心も休められるだろう。そんな時だった。ちょっとのぞみさん、何よこれ。え、義母の声の方を見ると、台所で義母が準備した料理を見てそのように叫んでいる。こんなものを親戚の人たちに出すの。もっとちゃんとしたものを作りなさいよ。そう言って大皿に入った料理を持つ義母。私は嫌な予感がした。ちょっとお母さん。何をするつもりですか？こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー！私は思わず叫び声を上げた。こんな飯食べられるか。早く作り直せ。このグズ嫁が。信じられない。この人は本当に人間なのだろうか。まったく、あんたに頼むんじゃなかったよ。
罵倒しながらニヤニヤしている義母。これは絶対にわざとだ。私が作ったものはどんなに美味しく作っていても床にぶちまけるつもりだったのだろう。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。え？すると私の叫び声を聞いて台所にやってきた義弟嫁が叫んだ。キャー、私が作った料理が。え？義母は目を丸くしている。舞さんが作った料理、そんな、今日はのぞみさんにすべて任せたはずよ。親戚全員の分なんて一人で作れるわけないじゃないですか。だから舞さんに頼んで二人で手分けして作ってたんですよ。お母さんがわざと床にひっくり返したその料理は舞さんが作ったものです。私の発言に義弟嫁が目を見開く。え、お母さん、わざとひっくり返したんですか？ひどい。どうしてそんな意地悪するんですか？あ、いや、これはその、のぞみさんが作ったと思って。のぞみが作ったものならひっくり返すのか？まさとまで来てたの。夫もこちらに来ていたようだが、義弟も騒ぎに気づいてこちらに来ていた。俺があれだけ注意していたのに、嫁いびりをまだしていたのか。え、なんだよ母さん、のぞみさんに嫁いびりしてたのか。最低だな。しが、誤解だよ。お母さん、私が作った料理だと勘違いして舞さんが作った料理を床にぶちまけたのよ。何？母さん、どういうことだよ。義弟はその話を聞いて義母をにらみつけた。ちょっと待ってくれよ。それも誤解だよ。私は手を滑らせただけ。わざとそんなことするはずないでしょ。そうやって言い逃れをしようとする義母。しかしその時娘がこちらにやってきて、私、おばあちゃんがわざとやった証拠取ったよと発言。え？娘はそう言ってスマホで撮った動画を再生した。そこには義母が私に怒鳴り散らし、大皿を持ち上げて床にわざと落とす様子がはっきりと映っていた。いつの間にこんなの撮ったの？娘は義母をにらみつけながら、お母さんがおばあちゃんに呼ばれた時、嫌な予感がしたんだよね、と言い放つ。母さん、もう言い逃れはできないよ。そして義弟夫婦、私たち一家も義母をにらみつける。義母は顔面蒼白の状態でうなだれた。この葬儀が終わったら俺たちは出ていく。あとは一人で勝手に暮らしてくれ。そんな、私を見捨てる機会。自業自得だよ。舞さん、よかったら私と一緒に。絶対に嫌です。料理を粗末にしたり、嫁をいびるような人と一緒に住みたくはありません。その前に俺が許さないよ。母さんと舞を日中に二人きりになんてさせられないからな。そんな。床にこぼした料理はちゃんと自分で掃除してくれよ。俺たちは法事に行くからな。そう言って私たちは義母を置いて法事へ。親戚たちになぜ義母がいないのか聞かれた時に、娘が動画を見せるとみんな驚いていて、そして義母のことを軽蔑していた。義母が遅れてやってくると、みんなが冷たい目で義母のことを見ていた。義母は誰からも話しかけられなかったことで全てを悟ったのだろう。法事が終わると家に戻ってこなかった。私たちは残った料理の他に出前を頼んで、なんとか親戚全員分の料理を用意した。義母がいないので、とてもいい雰囲気で食事を終えることができた。翌日、義母は家に戻ってきて私たちに土下座をして謝った。そしてもう一度一緒に暮らすチャンスを与えてほしいと頼み込んできた。だがもうそんなチャンスなど与えられるわけがない。
私は同居を始めてからの2年間、一度だって義母から優しくされた覚えがないからだ。そんな風に長期間にわたって人にひどい態度を取れる人が、簡単に改心することができるわけないだろう。夫も娘も同意見だった。私たちは懇願する義母を無視して荷物をまとめて引っ越した。義弟夫婦はもう義母の連絡先をすべてブロックしているようで、連絡すら取れないようにしているらしい。私たちも義弟夫婦に倣って義母の連絡先をブロックした。今回の件で義母は親戚からも疎まれる存在となったので、親戚の集まりに一切呼ばれなくなった。今義母が何をしているのかはわからないが、きっと一人寂しく孤独に生きているのだろう。だが全ては義母の自業自得だ。私たちは新しく引っ越した家で、家族仲良くとても快適に暮らしている。夫に相談した時に、夫が私を疑うことなくすぐに味方をしてくれたのは嬉しかった。この人とならこの先何があっても一緒に乗り越えていけるだろう。私は夫と一緒に娘の成長を見守っていきながら、これからも楽しくて幸せな家庭を築いていこうと思う。とにかく私たちに迷惑をかけないでください。仕送りならしてあげますから。月10万もあれば十分でしょ。同居とかの夢は見ないでくださいよ。養うくらいなら絶縁で。そう言って私をバカにしてきた息子嫁、一体何を言ってるのかしら。だが後日、息子嫁が血相を変えた様子で自宅を訪れてきた。助けて。残念だけど、あなたとは絶縁してるから。私の名前はのぞみ、64歳の主婦だ。夫が亡くなり、現在は一人でマンション暮らしをしている。もともとは大きい一軒家に住んでいたのだが、息子も自立しているし、一人で住むには大変なので、単身用のマンションに住んでいるのだ。こうやって言うと、長年の夫婦生活を過ごし子育ても無事に終えた理想的な家庭のように思われるかもしれないが、決してそんなことはない。私はこの年になるまで自己犠牲という言葉が正しい生活を送ってきた。夫とはもともとちゃんと恋愛をして結婚に至った。最初の頃は愛し合っていたと信じている。だが息子が生まれる前後あたりから、夫が本気で私のことを愛してくれているのか怪しく思うようになった。というのも、夫は子供を産んで育児をしている私に全く協力してくれなかったのだ。初めての子育てでとても苦労していたのに、私の相談を聞いてくれず、子育てを全部押し付けてきた。夫は仕事をして稼いでさえいればいいという考え方をしていて、残業をどんどん増やして帰ってくる時間も遅くなっていた。私は完全にワンオペ状態で毎日大変だった。だけど息子はとても可愛いので、その笑顔に癒されてなんとか頑張れた。私は何度も夫に家事や子育てに協力的であってほしいとお願いしていたのだが、それでも夫は全然私のために動いてはくれなかった。俺の役目は家に金を入れることだ。俺が汗水垂らして働いているっていうのに、それを評価してくれないのか。そういうわけじゃなくて、ちょっとだけでも早く帰ってきてくれたらいいなって思うの。俺は、お前たちの生活を良くするために頑張ってるんだぞ。それなのに一方的に自分の役割の負担を減らそうとするのは、違うんじゃないのか。そう。それは、夫は理屈をこねて私を論破してきた。私はただ自分が大変だから手伝ったり、協力的な態度を示して欲しかっただけだ。それなのに、どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。とても嫌な思いをしたが、それでも子供のことを考えると離婚までは考えなかった。というのも、私は専業主婦だったから収入がない状態だった。夫の言う通り、夫に生活を支えられている状態だ。
だから別れたところで、私には息子を育て上げる財力がなかった。そのため夫から理不尽なことを言われても、私は別れることはできなかった。それに息子から父親を奪う形になるのは、申し訳ないなとも思った。私が我慢さえすればいい。そうやって思っていた。それでも息子が少しずつ成長していき、小学生になると私はパートで働いて自分の稼ぎを得るようにした。夫とは夫婦関係は冷え切っていたから、いつ捨てられるかわからなかった。だから自分で自分の老後のお金は稼がないとと思った。それに少しでも息子の学費の足しになればいいとも思っていた。コツコツとパートの仕事で稼ぎながら、私は家事と子育てを頑張った。幸い夫は息子のことは大事に思っていたようで、ちゃんとコミュニケーションはとっていた。だから、私は親として一緒に暮らしていたという感じだ。その後も息子のことだけを思いながら毎日家事を頑張り、パートの仕事をしてお金を貯めていった。とても地味で、途中でくじけそうになるくらい地道な積み重ねが必要なことだったが、私は目標を持って頑張って取り組んだ。気がつけば息子も中学生になり、思春期に突入していた。この頃は本当に大変だった。というのも息子は反抗期にも入っていて、私がいくら注意をしても言うことを聞いてくれないことが多かった。何を言ってもうるせえと言われるし、怒るとものすごく機嫌が悪そうにするし、私が家族のためにどれだけ頑張っているのか理解してくれなかった。仕事に家事に疲れた状態で作った晩ご飯をいらないと言われて、カップ麺を食べ出した時は本当に腹が立って怒ったのも覚えている。そして息子は自分が折れるということをせずに、とことん喧嘩を続けるタイプでもあったので、ものすごく気疲れした。またこの頃は夫も面倒くさかった。夫は息子の味方をし、息子に変に好かれようとしていた。そのせいで息子が調子に乗りやすくなって大変だったのもあるし、またさらに夫はとんでもないことをしていた。それは不倫だ。私はある日のパートの帰りに、買いたいものがあって街中を歩いていた。すると普通なら働いているはずの時間に、夫がブランドショップから出てきたのだ。私はバレないようにすぐに身を隠した。夫の手には購入したであろう高級バッグが握られている。どうして女性ものの高級バッグを？そう考えてすぐに不倫だと思った。まず、私に対して買ったなんてことはありえない。夫はもうすでに結婚記念日を覚えていないし、夫婦関係は冷え切っているので、私の誕生日にすら何にも買ってこないからだ。そんな人が女性ものの高級バッグを買うなんて、私の知らない女性へのプレゼントに決まっているだろう。私はすぐに夫の不倫について調べることにした。更新書に使うお金はもったいなかったので、自分の足を使って証拠を集めていった。会社終わりの夫を尾行して、女性と会っているところを写真で撮ったり、夫が寝ている時に頑張って指紋認証を開けて LINE のやり取りを撮ったりなど、かなり神経を使ったが自分自身で証拠をかき集めた。ある程度溜まったところで、私は弁護士に相談することに。弁護士の方は最初、私が見せた証拠を更新書が用意したと思っていたようで、私が自分で用意したと知るとものすごく驚いていた。そして十分な証拠になるので、慰謝料を請求できると言われた。そのため私は弁護士に同席してもらい、夫に不倫について問い詰めて慰謝料を請求した。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで、ものすごく動揺していた。そして言い逃れができないと思ったのだろう。私に対しての慰謝料の支払いに応じた。マサトのことはお前が引き取るんだろう。ってことは、養育費も支払わなくちゃいけないのか。そうやって面倒くさそうな顔をする夫。
普通なら離婚をして慰謝料と養育費をもらってシングルマザーになるところだろう。だが私は離婚という選択肢を取らなかった。私は別に離婚はしないわよ。は、どうして？俺は不倫したんだぞ。だって今離婚したらあなたは若いあの女と一緒になるでしょう。それじゃあ私はただ捨てられて終わりじゃない。だから私は離婚せずにあなたとの結婚生活を続けることにしたわ。もしまた不倫をしたら慰謝料はするけど離婚はしない。いつまでもあなたはお金を失っていくだけになるのよ。ふざけんなよ。そんなことが許されると思ってんのか。あなたは不倫をした側なのよ。離婚するかどうかは私が決めることよ。そんな。夫はとても悔しそうにしていた。お金さえ払えば不倫相手と一緒になれると思っていたのだろう。私は夫に一矢報いることができた気がして気分が良かった。それからも結婚生活は続けたのだが、夫はとても居心地が悪そうだった。それでも私が別れようとしないので、仕方なく一緒に生活をしていた。息子のことは大事に思っていたので、夫は息子のために生活費や学費を出していたという感じだ。また私はちゃんと家事をしていたので、その点は助かっていたのだろう。だが私たち夫婦はほとんど会話がない状態だった。それから息子は高校生になり、ようやく反抗期も落ち着いた。そして手がかからなくなり、私の負担も減っていった。これなら正社員になっても大丈夫そうだし、それなら夫と別れてもいいかもな。そんなことを思っていたのだが、夫は私と別れたいとは言わなかった。どうやらだんだんと年齢を重ねていき、自分が若い女性からモテなくなってきたのを実感したようだ。若い子と付き合うには、お金に物を言わせないとつなぎ止めることができない。そうなるといくら稼ぎがあっても足りない。息子の学費のこともあるし、老後のことも考えていかないといけない。だから、夫は私と別れるという選択を取らなかったようだ。まあ、慰謝料をさらに請求されて自分の稼ぎのほとんどを取られてまで、若い女性と一緒になるというリスクを取るのは現実的ではないだろう。私も夫が安定して生活費を入れてくれるのはありがたいし、そもそも冷え切っていたから問題はない。そうして私たちは利害が一致したので、一緒に暮らしていた。息子は無事に大学に進学し、そして就職も無事に決まった。そして息子は社会人になってから、一人暮らしを始めて家を出た。そのため私と夫は二人きりになった。その頃は、子育てを終えた戦友のような感じにはなっていたと思う。愛し合うことはないが、お互いをそこまで嫌い合うことはなかったという感じだ。そのため、普通に一緒に暮らす同居人という感じになっていた。当時は許せなかった不倫も、今となってはもう気にしていない。それから、私はパートを続けながら夫との生活を送っていった。気がついたらあっという間に日々は過ぎていき、なんだかんだで私も夫も60代になっていた。そんな中、夫は仕事中に急病で倒れ病院に運ばれてしまった。私はすぐに病院に駆けつけた。夫は脳梗塞で倒れたそうで、そのまましばらく入院となった。あまり容態は良くないようで、いつ息を引き取っても不思議ではないと医師から言われた。私は毎日見舞いに行った。夫はかなり弱っていて、私が見舞いに来ることをとても感謝してくれた。本当にありがとな。いろいろあったけど、お前が俺の嫁でよかったと思ってるよ。今さら何を言ってるのよ。まあでも、私も最終的にあなたが結婚相手でよかったわ。私たちは最後の最後でまた夫婦に戻れたような気がした。
そして夫はその数日後、息を引き取った。葬儀も無事に終わり、私はそれから一人になった。それから私は家族で住んでいた家を売り、単身用のマンションに住み始めた。息子は会社員として頑張って働いているようだ。正月くらいしか帰ってこないが、元気な姿を見られて安心できている。そんな中、ある日息子は正月じゃないのに帰省をしてきた。珍しいわね。どうしたの？実は母さんに報告があって、俺結婚することになったんだ。え、結婚？なんと息子が結婚することになったのだ。私はとても驚いた。そして近々婚約者を連れてやってくるという。1週間後、私がドキドキしながら待っていると婚約者を連れて息子がやってきた。女性はユカという名前で、ものすごく綺麗な女性だった。だが結婚の挨拶での印象はあまり良くなかった。私は仲良くしたいと思って色々と話をしたのだが、彼女は終始つまらなさそうだったのだ。息子もちょっと顔を引きつらせながら場を盛り上げようとしていた。だが結局会話は続かず、すぐにお開きとなった。それからなんだかモヤモヤした状態で両家の顔合わせが行われた。その時にユカさんはニヤニヤしながら私のことを両親に教えていた。挨拶に行った時もダサい服を着ていたの。まあ庶民って感じだけど、マサトさんはエリートだからまあいいかなって思ってるの。これからは私たち家族との関わりが深くなるだろうしさ。そうだな。まあマサト君のことは私も認めているからな。私が目の前にいるのにもかかわらず、そんな発言をするユカさん一家。息子の方を見ると顔を引きつらせていた。母さん、ごめん。嫌な思いをさせたよね。いいのよ、気にしなくて。だって私は私で、あなたには迷惑をかけたと思うもの。親の仲があまり良くなくて、嫌な思いをさせたでしょう。いや、それは。でも、あれはしょうがなかったと思うよ。それに父さんも母さんもどちらも俺のことは大事にしてくれたし、愛情は伝わってたから。マサト、俺は結婚してからも母さんとは全然関わっていくつもりだから安心してよ。ありがとう。息子は両家の顔合わせの後にそう言ってくれた。その後、息子はユカさんと結婚式を挙げ夫婦になった。それから楽しい新婚生活を送っているようだった。母さん、これ新婚旅行のお土産。ありがとう、わざわざ来てくれて。結婚生活は楽しいかい？うん、仲良く幸せに過ごせているよ。それならよかったわ。息子は定期的に顔を見せに来てくれて近況報告をしてくれた。私は息子から結婚生活の話を聞くのが楽しかった。だが息子が結婚してから半年ほどが経った頃、いつもなら一人で来る息子がその日は嫁も一緒に連れてきた。あら、珍しいわね。ユカさん、お久しぶり。どうも。なんだか浮かない顔をしている息子と、怒った様子の息子嫁。一体何の用だろうか。お母さん、いい加減にしてくれませんか？え？心優しいマサトさんを洗脳して、お金を騙し取ろうとしてますよね。はい。何のことを言ってるのやら。しらばっくれないでください。定期的にマサトさんを呼びつけてることは知ってるんです。ユカ、だから俺は自分から来てるって何度言ったら。あなたは洗脳されてるのよ。最終的にはお金も騙し取られるわよ。ちょっと待ってよ。どうして私がそんなことをする必要があるのよ。だって荻保さんって年金暮らしですよね。お金がなくて困ってるんじゃないですか。だから雅人さんを利用しようとしてるんですよ。そんな言いがかり。
とにかく私たちに迷惑をかけないでください。仕送りならしてあげますから。月10万もあれば十分でしょ。同居とかの夢は見ないでくださいよ。養うくらいなら絶縁で。そう言って私をバカにしてきた息子嫁、一体何を言ってるのかしら。話は以上です。さあ帰るわよマサト。おい、そんな勝手に。息子は私にごめんと謝った後、息子嫁と一緒に出て行った。本当に息子嫁は性格が悪いというか腹が立つ。だが後日、息子嫁が血相を変えた様子で自宅を訪れてきた。あんた、何をしたの？なんでこんなことになるの？あら、どうしたの？私のお父さんが急に会社をクビになったって。あんたがお父さんが働く会社の筆頭株主で、あんたを怒らせたことでお父さんがクビになったのよ。どうしてあんたみたいな年金暮らしの貧乏人が筆頭株主なんかになれるのよ。私は一生懸命にお金を貯めて、そのお金を増やすことに集中したからね。実は昔に夫と不倫相手から払ってもらった慰謝料とパートで貯めたお金で私は投資を始めていた。そしてひたすら勉強をしながら株式投資を実践することをして地道に稼ぎを増やしていった。今では投資をした会社の筆頭株主になれるほどの資産があるのだ。人間は見た目では判断できないものよ。私がそう言うと息子嫁は顔面蒼白状態になっていた。助けて。お父さんが私にものすごい怒ってて感動するって言ってるの。残念だけど、あなたとは絶縁してるから。それとマサトも話があるそうよ。私がそう言うと息子が家の中から出てきた。マサト。どうしてそこに？俺はもう俺の親をバカにするお前にうんざりしたんだ。だから、この家に引っ越してくることにした。つまりお前とは離婚するってことだ。離婚。そんなの嫌だよ。お前の意見なんて聞いてないんだよ。俺は今まで夫婦の仲を良くしようと思って我慢してきた。だけど、そんな状態でいい夫婦になんてなれやしないんだ。そして俺の親を罵倒するお前のことについて真剣に考えたとき、結婚生活を続けたくないって思ったんだ。だから離婚してくれ。そんな。息子嫁はその場にへたり込んだ。まさか離婚まで宣言されるとは思っていなかったのだろう。息子が離婚を要求したことで、ゆかさん一家は働いている人が一切いない状態になった。そんな状態で生活なんてできるはずもなく、現在は家族総出でバイトをしてなんとかギリギリ生活できているそうだ。一方、息子は離婚したことで清々しい顔をしていた。ずっと相手に合わせてたから息苦しかったんだな。これからは素の自分を出せる相手を探すことにするよ。まあ、私とお父さんみたいな夫婦関係じゃなければ全然いいわよ。そう言って笑うと息子も笑った。息子がおいおい結婚することになっても、今はこうやって親子仲良く過ごせている時間を楽しもうと思う。